はい、どうも皆さん、こんにちは。ケポンです。今日も動画投稿していきます。よろしくお願いします。はい、今日の動画はですね、よく僕の動画のコメント欄に、ランニングを始めましたと、でダイエット目的でとか、痩せたくて、走り始めましたっていうか、まあコメントが結構来るんですけども、まあ実際にどうなんだと、ランニングして痩せるのかという、まあ質問が結構聞かれるので、まあ、今日はそういったことにお答えしていこうかなと思います。で、今から話すのはあくまで僕の、経験談です。僕の経験談です。まあ、なので、まあ、巷では、まあ、ランニングは痩せないとか、まあ、筋肉は減るだけとか、まあ、いろいろ、言われてるかと思うんですけども、まあ、そういった、まあ、なんて言うんでしょう、科学的な、そういったお話は、まあ、他の YouTube の方が動画を上げてるので、まあそっちを、まあ見ていただければいいかなと思います。今日話すのは僕の体験談です。体験談ですので、よろしくお願いします。はい。で、結論から言いますと、まあ僕は痩せました。がっつり。はい。で、もともとダイエット目的で、まあ走ってたわけではないんですよ、僕は。僕は、Uber World のタクヤさんに憧れて、走り始めました。ちなみに走る前の体重というのは、75キロで、で今が、ランニング歴5年目になりますね。で体重はだいたい今63キロとかな、63と2、3キロを、行き来しております。はい、では僕が痩せる前の、写真を、よかったらどうぞ見てください。はい、どうでしょうか。かなり、お肉がかなりちょっとお肉顔ついてますよね。ちょっと顔がパンパンかなみたいな、なんか詰まってるよねっていう感じの顔となっておりますよね。その当時はね、別にそんな、まあ太ってたわけではないんですけど、まあちょっとぽっちゃりしてるよねっていう感じでしたね。特に僕自身ちょっとお肉ついてんなと思ってたのは顔と、ちょっとお腹周りの方が、脂肪が、ついておりましたね。はい。で、どのように走り出したかなんですけども、まあ、憧れの拓也さんは、まあ、毎日10キロ走っているわけなんですよ。でもいきなり10キロって、まあ、絶対に無理だなと思ったので、初めは、3キロからのスタートでした。初めて走った時のタイムはだいたい18分ぐらいでしたね。まあ、なので18分なので、僕はその時、自分の好きなプレイリスト、音楽を、まあ、だいたい18分分作って、走ってましたね。あともう一つ、目標設定をして、やっぱり具体的な数字が必要だなと思ったので、その年ですね、その走る日から、その年が終わるまでの何日間あるかっていうのを計算しました。で、196日ありました。まあ、なので、なら最低でも100日間ぐらいはちょっと走ってみようではないかと。まあ、ちょっとね、ランニング経験がない人間からしたら結構きついかもしれないんですけど、まあ、僕はそういった目標を立てて走ってましたね。で、それをすぐ、まあ、その当時は Twitter とかも全然してなかったんで、LINE のタイムラインですね。まあ、そこに、今日からランニング始めますって、190日間のうち100日間は走りますって言って、まあ、その日から本当に記録を載せ続けましたね。まあ、友達からしたら相当鬱陶しかったと思うんですけど、まあ、そういう風にして、ランニングを続けるようにしてましたね。で、実際ね、走ってみた感想としては、その頃のこと結構覚えてるんですけど、まあ、自分の好きな音楽を聴いて走るって、もう結構気持ちいいなーっていうのもありますし、で、やっぱりこう、大人になってから、社会人になってから、まあ、そんな、運動をがっつりすることもなかったので、やっぱ大量に汗をかくんですよね。で汗をかいた時ってこうやっぱりスッキリとした感じ、爽快感というのがあるので、やっぱそれがね結構楽しかったんですよね、僕は。まあ、だから続けられたっていうのも、あると思います。はい、では次の写真見てください。はい、この頃の写真が、走り出して3ヶ月目ですね。まあ、なので9月頃の写真となっております。ドキンちゃんのポテトを美味しそうにこうやってね、持っておりますね、こいつ。腹立つ。はい。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど。で、
3ヶ月過ぎたあたりですね、結構周りの人から言われるようになったのが、イケポン顔シュッとしだしたよねとか、顔周りのお肉減ったよねとか、体も、ちょっと細くなってきたよねって言われ出しましたね。ちなみにその人たちに対して僕は走ってるんですとは別に言ってなくて、言ってない人からでもやっぱりその見える成果が、成果っていうのが表に出てきたんだなとは感じましたね、その時。で、その頃は、まあ、5キロを頑張って25分切って走れるぐらいには、なってましたね。で、それが続いてから、まあ、徐々にまた距離を増やしていって、そして、まあ、10キロ走った時のタイムはですね、はっきりとは覚えてないんですけども、50分は全然切れなかったです、余裕で。おそらく確か52、3分とか、それぐらいだったはずです。もうシンプルにしんどかったですね。はい。けど、まあ、走っているうちに、まあ、慣れてくるんですね、やっぱり。まあ、慣れてくると、まあ、徐々にまたそのタイムも、まあ、短くなってきたので、またそれも楽しいなと思いながら走ってましたね。まあ、ただ、まあ、しんどいもんはしんどいなと思って、やってましたね。よくこんなん毎日10キロやってんなと思って。タクヤさんすげえわーと思って、そこで改めてタクヤさんの偉大さっていうのを、知りましたね。はい、まあただずっと走り続けるのもまあ当然しんどいので休むときは休んでました。例えば、月火走ったら、水木休むとか、でまた、金土走ったら日曜日は休むとか、まあ3日間走って2日休むとか、まあ、2日走って2日休むとか、まあそういったことをね、初めのうちは繰り返しましたね。まあ、いわゆる3日坊主ってやつですね。まあ、それを繰り返し、行ってましたね。まあでも、それってまあ悪いことではなくて、まあいざ実際計算してみると、月の半分とかは走ってたりするので、まあそれもやっぱり、あ、月の半分は走れてるんだなっていう、まあ自分の気持ちの支えにもなりますし、で、例えば先月が15日ぐらい走ったら、まあ、次の日やっぱり、次の月は、まあ、やっぱりその分体力とかも上がってるので、月20日間ぐらい走ったりとか、もうちょっと多かったりも、初めの方はしましたね。はい。で、その辺あたりから、まあ、食事の方にもちょっとだけ気を配るようにはしましたね。まあ、食べるものを変えたとか、まあ、そういったことではなくて、シンプルに食べる量を減らしたというか、昔はご飯2杯おかわりが定番やったんですけど、まあでもそれって多分食べ過ぎないんやろうなと思って、シンプルに。まあなので、腹8分目で、終わらすように、してることが多かったですね。うん。いつもこう満腹になるまで食べなあかんみたいな、なんかそういった気持ちがあったんですけど、まあ、そういうのをちょっと意識変えて腹8分目にしてみたら、またそこでまあ体重もちょっと落ちたので、まあ、食べる量っていうのを改めて見返す必要は、あるかなとは思いますね。はい、ではこれが最後の写真になります。はい、写真は、12月頃、まあ、なので走り出して6ヶ月目ですねの頃の写真になりますね。結構変わったんじゃないですかね、6ヶ月間で。結構顔周りのお肉っていうのはかなり減ったように見えますね。うん。っていうか、減ったな、確実に。うん、全然顔のお肉は違うし、なんか肌ツヤも違うように見える。なんか結構健康的になったなとはちょっと自分でも思いますね。で、この頃の体重はおそらく、66とか67ぐらいだったはずですね。で、体重がね、70キロを切ったのはね、中学生以来ですね。まあ中学生とかちなみに僕柔道部だったんで、まあそれはまあちょっと仕方がないかなっていう部分はあるかと思うんですけど、で、実際その年走った日数っていうのは110日で、で、走った距離も680キロとか多分それぐらいのはずです。はい。まず写真の方を引っ張り出します。はい。まあなので、まあ無事、まあ目標は達成して、で、なおかつ、痩せましたっていう
話ですね。はい。まあ、実際どうなんでしょうね。まあその痩せ方にもよると思うんですけど、うん、まあ、僕の痩せ方がいいか悪いかっていうのは正直わかりませんけど、まあ、結論僕は痩せましたっていうお話です。はい。まあ科学的な根拠とか、まあ、そういった話は、まあ、動画の始めでも言いましたけど、あの別の方の動画を見ていただければいいかなと思います。まあ、そこからね、僕 もう本当に走ることが、あの本当にもう、何ですか、生きがいというか、走って当たり前という感じになったので、もう今みたいになりましたけど、まあ、だから5年前の自分の姿を見て、今を見たら、やっぱり、あの、努力っていうか、あの、続けてきてよかったなぁと思いますね。別にダイエット目的で僕は走り出したわけではないですけど、あの、ある種、いい結果を生んだのは間違いないなと思っております。はい。まあ、よかったらね、まあみんなも、まあ、ダイエットだけじゃなくて、痩せたいとかじゃなくて、まあもう少し別のとこにランニングに、ランニングを楽しさっていうのをフォーカスしてみて、走るのも、いいんではないでしょうかと思います。はい。はい、ということで、今回の動画は、これで以上になります。最後まで見ていただき、ありがとうございました。そして、僕の、今、もう少しで1000日を迎えそうです、ランニングが。まあ、なので、よかったら、そっちの動画も、見に来てください。ということで、また、別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。